ファイバーグラス製のタラスクの脱子工部、フランス南部タラスコン市。6月の祭典にて、タラスクは、フランス南部タラスコン市に発祥する、伝説上の竜あるいは怪物。同志が開拓以前だった、ローヌカー沿いの森林地に出没しては、人がを及ぼした、タラスクという竜を、中東聖地より訪れていた、聖女マルタが沈め、退治に成功したという12世紀の伝説がある。 伝説は、発祥地のフランス南部プロバンス地方のみならず、広く、スペインなどにも伝播している。怪物も、元は、中東省アジアで生まれたとされる。知名度の高い、黄金伝説版、聖女マルタデニアイ本に、当該の流体自説案が書集され、漢文学にも記載が見られる。竜であるが、半獣半魚でもあると、黄金伝説に説かれ、ニセマルケラ版、 聖女マルタ伝によれば、獅子のような刀、一体の亀の甲羅、熊爪の足六本、蛇様の王を持っていた。この六本足の甲羅の怪物という概念が、やがて典型的な図像となるが、ゴシック様式初期の美術では、必ずしもその形をとってはおらず、かつて甲羅型の早期霊とみなされたものも、後に14世紀の作と改められた。 伝説の舞台タラスコン誌では、その紋章にタラスクを表しているが、早期の例だと、竜型で、15世紀頃の師匠や、甲羅型の典型が現れる。15世紀の朱者本の差し絵や、16、17世紀に、この典型型の定着が見られる。聖女マルタは、タラスクが市民を捕食していたところに遭遇したと、伝説にあり、図像でも人を飲み込む姿で描かれる例が多い。 タラスクの祭典は、ルネオーが1474年の後春節に開催を始めたという縁起が伝わり、後には聖女の命日の7月29日にも祭りを行うようになったが、19世紀末から20世紀前半まで祭りは途絶え、世界二次大戦後以降は6月の最終週末に行われている。この時、タラスクを模した出しが、 かつては中に隠れた数人によって運ばれて街を練り歩いたが近年ではハリボテが台車に乗せられた構造になっておりこれを数名が横から掴んで引き回す聖女マルタとタラスク黄金伝説フランス国立図書館像フランセ242社本聖女マルタとタラスクプロバンス作者不詳15世紀サンマク幕島ンラサントボウムシ マグダラのマリアのバシリカ内、聖エロアレ拝堂のプレディッタ、ロレーヌコールネ2世の聖務日課書より、フランス国立図書館像、ラテン1491写本、ジョルジュ・トルベールが、ヘンリー・パスセイの自動書より、1500年頃。モルガン図書館像タラスクの伝説は、フランス南部プロバンス地方に、12世紀初頭、あるいは12世紀末に発祥したものと考えられている。 中世のいくつかの文献の中に、特に黄金伝説書集の聖女マルタ伝があるが、これは12世紀中央から13世紀中央の主な4種の中世ラテン語文献の中でも最も短文で、思考して最も影響の大きかった聖女、マルタ伝とされる。黄金伝説に書集されるマルタとタラスクの伝説によれば、昔、フランス南部プロバンス地方の アルル氏とアビニョン氏の間のローヌ川沿いにある、ネルルクという地に、タラスコヌスという竜が川に潜み、溶かしようとする人や船を襲っていた。この竜は、半獣半魚、お牛より太く、馬より長く、角のごとく鋭い剣のような歯を持っていた。タラスコヌスは小アジアのガラティアに発生した、聖書の巨獣レビアタンとガラティアのオーナクスが交配して、生まれた生物とされる。 そこで民衆はイエス・キリストの地球を得ている聖女マルタに対処を要請し、聖女はタラスクがまさに人を喰らおうとしている場面に開口した。聖水を振りかけただけでタラスクはおとなしくなり、帯をくくりつけて支柱に連れて行き、町人は石や槍を投じてこれを殺した。聖女マルタとタラスクの説話は黄金伝説版以外にもニセマルケラや ボベイのウィンケンティウスの歴史の鏡にも召集されるが、これらの三つの遺本は、大筋の内容は同じで、具体的な描写においてさえが認められる。成立時期も同様で、このうち、ニセ、マルケラが最古と思われ、1187年から1212から1221年の作と交渉されている。これ以外にも四つ目のラテン語聖書伝。 マグダラの聖女マリア及びその姉の聖女マルタ伝があるが、これは他の参考本の系統からは記述内容がよりかけ離れている。これはかつてつてラバヌスマウルス著とされていたものだが、現在ではこの文章はラバヌスに帰属できないとされており、通称偽ラバヌスと呼ばれたり、12世紀末か13世紀初頭の作者不詳の聖女姉妹伝として扱われる。また、 タラスクについては、ティルベリのゲルーアシウス著ティルベリのゲルーアシウス著皇帝の勘下でも触れている。ゲルーアシウスは、タラスクの住み所を、アルルの縄文近くの深淵と、タラスコンの城塞の岩の下としている。この書では、かの最悪の海ヘビレビアタンの系統のヘビタルタ、ラスクという説明がされる。タラスク。ピエール・サラチョ、アンティーキテ,テ・デリオンよりタラスク。 タラスコン氏のルネオの城近く、タラスクの外見については、黄金伝説とは、多少異なる記述が、ニセマルケラの聖女伝に見られる。上に綴られた、タラスクの描写は、17から18世紀の絵画や、木版がタラスクの図像に、スコブル近くが一致しており、現代の祭りの出しとも一致すると考察されている。すなわち、亀のような甲羅を持つという特徴も、 この1200年頃の文献に見られるのである。19世紀のある貨幣専門家は、五春節の祭りの出しを担う人間を隠すために、甲羅は15世紀に工夫されたものという仮説を展開しているが、甲羅にはより古い文献根拠があったのである。タラスクの頭部については、後の解説者によって、お牛や獅子に、あるいは獅子の顔か鼻面と、 黒い縦紙を持つ、などと形容されている。蛇の王を持つという表現は、ニセマルケラや、歴史の鏡に見られる。タラスクの傍聴国を見ると、その尻尾は、長く感情で、サソリのそれにかなり似ていると、繊維で、民族学研究家のベランジェフェローが意見しているが、これは現物を見たのではなく、かつて、タラスコンのサントマルト教会の側壁の一部だったが18世紀末に、 失われた彫刻の模写のみを実験して考察している。この彫刻のスケッチはコンラット・ムーランがその著作物に描き残したもので、尾がシャチホコダちなのが認められる。さらには尻尾の先にサソリのトゲがついているという近年の大衆棒もあるが、尾の先にあるのは毛爪であるとジャンポール・クレベールは書いている。また、タラスクの出汁のお先は、 矢印形なのが伝統であるとする見解もある。ニセ・ラバヌスによれば、タラスクは毒の息を吐くという、これは文字通り目が炎を放つのではなく、目が硫黄のように乱々としていたという意味の因由と解釈するフランスの研究者もいる。このニセ・ラバヌスの下りを王子主の鹿、フランスはキャネと総院長は、タラスクは毒性の息吹を濃厚な蒸気としてびくから、 紛失させていた、と読み下している。竜のようなタラスクを描いたタラスコン氏の師匠。11、12世紀、ルネオーの在位中に丹生された貨幣のタラスク、タラスコンの大師匠、15世紀タラスコンの小市明、下にタラスの文字が見える紋章や貨幣タラスクは、タラスコン氏の紋章に古くから使用されており、人体を飲み込む構図で描かれている。世紀と、 年代推定されている師匠に見える怪獣は、ワニかあるいは何らかの両生類にすら見える、との意見がある。13世紀の師匠は、白の番をするドラゴンの様相をしていると、ある18世紀の紋章学の権威が意見しているが、これについて、タラスコン出身の歯科エチエンヌ・ミシェル・ファイオンは、町を守る存在ではなく、その脅威たるタラスク獣であると反論している。この早期のデザインは、 あるいは11世紀まで遡れるともされており、トークンの一種であるメローに使われている。後期の印象デザイン、すなわちタラスクに亀のような甲羅を背負わせた図像は15世紀に使われるようになった。また、後期から近代に至るデザインでは、タラスコンの師匠が人間を飲み込む構図であることがはっきりと見て取れる。定着した師匠は、 文章学の用語で、巨子狭間を設けた、アルジャンの塔のもとに、人間を飲み込む、金色の鱗で覆われたシノプルの竜、トートルルと説明されている。主写本後期の主写本でも、人間を飲み込む構図が認められる。建築物タラスコン氏のタラスコンのサントマルト教会の、外壁の一部だった彫刻、コンラットムーランの18世紀末の描画の復刻。聖女マルタとタラスク。 欧州市、欧州大聖堂の聖火体積。建築美術にもタラスクを描いた図像例が見つかる。上述のタラスコンのサントマルト教会の右側面に組み込まれていた聖女マルタとタラスクの素像は11世紀の作と伝わり記録されている最古のタラスク像とされている。ここでもタラスクが人間を飲み込んでいる定番の構図が伺える。この例のタラスクは 四息獣であり、欧州聖マリア大聖堂の聖火体積の彫刻のタラスクにすこぶる似ているというのが、フランソワ・キャネト修道院長の初見である。人を喰らうタラスク、モンマジュール修道院、アルルシ近郊。中東、アルルシサントロフィーム教会の列中楼に刻まれたタラスク。14世紀。タラスクをかたどった彫刻は、アルルシに近いモンマジュール修道院の建物の、 国内にも刻まれている。また、アルル市のサントロフィーム教会にも中東に刻まれたタラスクがあり、現在では14世紀中央の彫刻と鑑定されているが、細密な層画を掲載したファイオンは11世紀初頭の早期ゴシック建築の例だと見ていた。タラスクの出しの絵。18世紀末、コンラッド・ムーランがタラスクの出し。 1846年の総型タラスコン氏のタラスク、だし、20世紀初頭の写真。口が開いている。20世紀初頭の写真。タラスクの祭典の起源は、1474年4月14日の五春節に、安住公、ルネの命で取り行われたのを講師とすると伝わる。聖女マルタの奇跡を再現して、民衆を楽しませる狙いだったと言われる。 後年、年2回目の祭典が、聖女マルタの祝日の7月29日に開催されるようになった。かつては、タラスクの出汁が、年2回、町を練り歩き、聖女マルタに噴した乙女が、このタラスクをリードにつないで、片手で引くようにエスコートするのだった。第二次世界大戦後は、6月の最終週末の日曜日に祭典が行われている。タラスクの出汁を、 中の人間が運んでパレードに参加する。街中をパレード更新するタラスクは19世紀には緑色に塗装された木製の大道具だったり、金属製の装置が試されたりしている。オーバン・ルイ・ミランはタラスクの出汁を木製としており、複数のフープの骨組みをキャンバス布で覆い、ペンキで塗装したとする。ドイツの文筆家、クリスティアン・フリードリヒ・ミュリウスは より詳細に毎年の春節の二日目に、黒デスクな木製の竜の模型、すなわちタラスクが、支柱を担いで回られる。それは亀に似ており、木製の枠組みに楼引キ,キャンバスを貼り、アップルグリーン色のペンキが塗られ、背中には、金メッキの針やらトゲやらがついていたと述べている。ビルヌーブ伯爵は1826年に、 ごう春節祭りのタラスク劇に使用されるタラスクを怪異な竜と呼び、その胴体はフープを骨組みとし塗装した金属板で覆い、背中は巨大な盾を使って亀の甲羅を模している。足には爪があり、尾は臨場で何度もくねり曲がり、頭部はお牛と獅子のようであった。アングリ開いた口には何、列母の歯が見えたと書いている。 1818 18年に開設された木製のタラスクは8人の担い手を用したが、1826年の金属製のものでは12人が必要となった。1846年の祭りでは4人が中に隠れて運ばれたと報じられ、1861年には6人で運んでいる。頭部は中の人間が操作できるようになっており、口も開閉でき、鼻空には同化線が。 ロケット花火が仕込まれ点火されて、炎と火花を散らすのであった。また、タラスクが行進する間、群衆は、ラガィガデウの、レフランのある伝統の歌を歌って掛け声する。この歌は、言い伝えによれば、ルネコ自身が作った歌とされているタラスク劇は後、春節に始まり、聖女マルタの祝日の7月29日まで続くことが、確立したが、それが、第一幕、 第二幕に分けて開催されるように変わっている。20世紀までにはタラスクは腰ではなく車輪のついた台車に乗せられる仕組みに変わっている。これにより担ぐ代わりに半減した人数で押し進めるようになった。この引役たちはタラスカイールと呼ばれているが時折列を離れてファランドールを踊り始めることもあったという。1992年の祭りで タラスクのハリボテが担がれる様子を倉持文也が描写している。かつてはタラスク劇の開催は不定期で、大々的に行われたのは1846年、1861年、1891年、1946年、等であった。しかし1946年を転機に、毎年恒例となっている。タラスク劇が開催されなくなった20世紀前半の、 頃には、ご春節の季節のタラスク劇の日取りが、実際は異なる曜日や開催集だとして様々に主張されるようになってしまっていた。1946年、便宜上の理由で伝統の開催期間から外れる6月23日に行われた。その後、タラスク劇をこの6月最終週末に行うことが年次、高齢化された。タラスクを含めた、 ベルギーとフランスにおける巨人とドラゴンの行列がユネスコの人類の交渉及び無形遺産の傑作として2005年11月に登録された生態の行列用のタラスク。バレンシア。スペインではタラスカと呼称され、その模型、ダシはいくつかの市町村で生態の行列に加わる。タラスカがパレードに登場する都市リエとしてはグラナダ、トレド、バレンシア。 マドリードが挙げられる。イベリア半島でのタラスカについての最古の記録は1282年、セビリア市のもので、イスラーム勢力からこの市の国土回復がかなった13世紀中央から、間もない頃である。スペインのタラスカ行列には、女性別種の要素が含まれると指摘されるが、これは、聖書や、史実上の形成の美女に対する非難といえるもので、それらの有名女性の立像が、 タラスカ流の上に据えられる。グラナダのタラスカ流の上には、等身大のマネキン人形のような像が建てられるが、トレドでは、パピエイコールマシェ星の上に金髪をした小型の人形が置かれ、英国王妃アンブーリンを象徴するとされている。これらタラスカに乗る女性像はタラスキーヤと呼ばれている。歴史的に見ると、セビリア市ではそもそも、 タラスキーヨと呼ばれる少年が竜の上に座って群衆を挑発していたが1637年にこれが美しく着飾った女性に変えられ1639年には醜い老婆をこの役に使用すると精霊されているまたスペインの俗語でトロスカといえば小悪な女性を指すようになっているこれは五感的には泡ずれのような訳がされているが曲がった醜い 厚かましい女性、とも定義されており、16世紀に醜い老婆の意味での妖霊がある。似たような流伝説の比較例として、ロレーヌ地方のメッス氏のグラウィリの伝承や、ノルマンディ地方のルーアン氏のガルグイを退治したという、聖ロマヌス伝が挙げられる。ベトナムのハロン湾には、建国の際に銃が交誕して、砲玉を吹き、中国勢を撃退したという伝説があり、 竜によってこの継承地の地形が形成されたともいい、伝わるが、一方でこの水域で竜、あるいは竜に似た、海生動物の目撃例があり、地元でタラスクと呼ばれている。ノーブのタラスク。全3、1世紀と推定。キリスト教経以前のケルト宗教的な重心崇拝に起源があるという説が立てられており、同様な考えを支持する作家や学者も存在する。 フランスの考古学者、イシドールジルは、タラスクの伝説を、タラスコンに近くで発掘されたとされる、ノ部ブのタラスクの石像に関連付け、伝説はこの像に祀られた怪物の崇拝に由来すると提唱した。このノ部ブという村は、古称がタラスコネすなわち、タラスコンの指正寺だったという。石像にかたどられる合成獣は、頭部や胴体、獅子はクマにに、背中は、 鱗で覆われ、おは、獅子のようであるという。両前足は、人間の生首をつかみ、口は、人間の腕にかぶりついているという。ジルは、これが、ケルト民族に神格化された獣で、人神ごくが捧げられていたと、仮説した。ジルのようなケルト起源説は、プロバンスの文豪をフレデリック・ミストラルも支持しており、ミストラルの信じた説を無下に否定することも、ないだろうというような趣旨を、 デュモンも述べている。近年でも、フランスの学者フィリップ・バルテールが、聖マルタデンは、ケルトの信仰の土台に覆いかぶさっていることは、疑うべくもない、と意見している。ウィキメディアコモンズには、タラスクに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。